まさかの展開にファンも憤慨だ。陸上の世界選手権初日、19日、ハンガリー・ブダペスト、女子戦5 0 0メートル予選が行われ、東京五輪道種目8位の田中望美、23イコールニューバランス、は4分4秒36の組6位で準決勝進出を決めたが、放映権を持つ TBS はレースを生中継することができなかった。写真。 カジュアルな服装をした田中望みン大会の注目選手の一人であった田中をテレビ越しに見ようと多くのファンがスタンバイしていたが、現地の天候不良が原因で各種目の進行が1時間遅延。同種目は日本時間午後8時15分開始予定だったものの、同9時15分開始に変更となった。しかし、TBS は予定通り同9時から、世界不思議発見。お放映。 BSTBS では男子20キロ競歩の録画が流されており、テレビで田中のレースを観戦することはできなくなった。この判断にファンからは、田中希実あれだけ特集して放送しませんとか、田中希実選手見たかったのに、番組切り替わったせいで田中希実の1500メートル見れへんやんけ、田中希実の予選レースを生放送しないなんて、などと悲鳴が上がっている。